全国のバンドリマンの皆さん、こんにちは、ハルです。はい、ということですね、バンドリアニメ3期見ていきたいと思うんですけども、2話サボった。うん、完全に2話サボった。まあまあ、まとめると2話連続でロッカーのフルシーンが見れたので最高です。あゆみさんもロックの拠点が朝日のおかげでお風呂シーンが多くていいですねとつぶやいております。さすがあゆみさん。しかも今回はおたえつき。だんだん顔が赤くなっていくとこで察したけど、のぼせるおたえ先輩さすがに笑った。はい、今回の個人的一番好きなショットでございます。普段こうやってね、髪を歩んでる子が崩すの見るとほんと好きなんだよ、髪。うん、それとロッカーのために作られたポイバの新曲ステップバイステップ、歌詞の一部分にその趣旨を外してみせてとあるんですけども、好き。もう体中からエモーション、体中からエモーション。変わりまして、マスキング、イケメンすぎやしめせんかね。もうね、好き。僕も後ろに乗って抱きつけたいですね。視聴者の心代弁市ヶ谷さん、おたえからの呼び出しに喜ぶレイヤさん、ロックギターうますぎ定期、3話連続ライオット。ちなみにバンドリー3話が一般公開された2月6日、これ何の日か皆さん分かりますでしょうか。そう、正解はお風呂の日でございます。もうね、ロッカーちゃんのお風呂最高。はい、今回以上です。完全にロッカーちゃん回でしたね。本当に好きだな、この二人好きだな、マスキングとロック好きだな、ということで、うん、じゃあな。超えていけばいい、どんなハードルが僕の行く手を